こんばんは。飯食ったわ。飯食ってきた。おー、ゴルゴいらっしゃい。バツーさんはどついらっしゃい。楽しんでて。おい、ワドツー、ハートプレゼントありがとう。あやかありがとう。てか、あやか配信者だったんだね。結構長くやってたの、配信は。何食べたん？チャーシュー丼、カキフライ。あと、刺身ブリ。スーパー行って合流したわ。お、ニコニコシコシコさんいらっしゃい。ニコシコさんいらっしゃい。お疲れ。サムネかわいいじゃん。あやかって本当あれだよね。昭和のサブカル好きだよね。なんか平成っぽくない。なんかノリが。サブカル大好きでしょ。アンダーグラウンドカルチャーいいよね。埋もれてく。埋もれ、本来日の目を見ない文化ってやっぱ面白いよ。なんか昔ってさ、アニメそのものもさ、アングラだったじゃん。今ってアニメメインカルチャーになっちゃったな。あ、ゴルゴさん、風船ありがとう。なんかそれがね、なんか変わったよね。アニメを見るのは特殊な人たちだったのに、ネットをやるのは特殊な人たちだったのに、全部もう、なんか日本を代表する国民的コンテンツになっちゃったからね。メンハラ枠やってた、うざかった。メンハラ枠って何？うん。おい、リリコバーさんいらっしゃい。メロンさん、お、メロン珍しいな、お前。メロン初風船じゃないの？ありがとう、メロン。どうした？気分いいのか？メロン。まあまあ、後半戦頑張っていきましょう。配信業ですよ、配信業。いやー、うまかったわ、チャーシュー丼。あ、バーガープレゼントありがとう。サンキュー。メンヘラ？メンヘラ枠言ってた。なんだろう、メンヘラ枠って。どっかの女の子見てたの？うん。和道のおかげで気分いい。なんだそれ。なんかあったの？うん。昭和大好き。昭和にタイムスリップしたい。俺ね、昭和、なんだろうな、昭和の代表的なものって俺恋愛だと思ってて、恋愛ってもしかしたら日本からなくなっちゃったのかな？俺そんな感じがするんだよね。俺も昭和大好きで、なんか一つ屋根の下とか家なき子とかドラマとかも良かったし、暑かったんだよね、なんか。嘘みたいな暑さがあったんだよね。な、ほんと、嘘なんだよ、あれは。なんか、俺よく言うんだけど、映画とかドラマとかアニメとかに、なんかリアリティがないとかいうやつっておかしいと思ってて、ああいうなんだろう、舞台であったりとか映画とか作品って、作品におけるリアリティって、リアリティがない方がリアリティがあると思ってるんだよね。誇張してる方が。で、現実なんか書いても何にも面白くないと思ってる。おい、京子いらっしゃい。楽しんでて。初音ミクか。なんかね、リアリティがあればあるほど、ダメになってる気がするんだよね。もっと俺らが見たいのってさ、現実から離れたものじゃん。おととい一世風靡セフィアの人とセックスする夢見て、もっと昭和が好きになった。アホだな、本当に。うん、溜まってんじゃん。恋愛ドラマはファンタジーだと思ってる。え、でもさ、俺、やっぱ、なんていうのかな。そういう恋愛してきたよ。俺、10代の頃。なんかね、本当に恋愛っていう文化そのものがなくなってる気がするんだよね。恋愛自体がないっていう感じがする。今の若い子の話聞いてると。だから、あれは何だったんだろうみたいな。恋愛っていう文化は。恋愛してる？みんな。なんかめんどくさいものとかさ、もう現実から離れたものとして捉えてない？恋愛そのもの。30代ファンタジーかな。俺はまあ昭和世代の人間だからさ、平成っ子のね、だんだん理解に悩むよね。平成っ子が何考えてるのか分かんなくなってきた。本当にしてない。恋愛したい。俺がよく言うのは、恋愛は勘違いだよっていう、究極のお互いの勘違いだよっていう。彼女とラブラブですね。彼女大好きですよ。は、違うの？何？あのさ、主語と述語がないと分かんないって。何が違うの？何？は、違うのって何？その、なんか、よく分かんないよ。
はい、ワカツー、世界中ポエムさんいらっしゃい。最近青春の頃のようなドキドキする恋愛はしてない。でも俺、思うんだけど、それってさ、なんだろう、初恋とかだけなんじゃないのかな。うん。私は君の期待に応えられるようなコメントを打てるかな。できるさ。ポエム、待ってるよ。いいですね。彼女のラブラブなの羨まですわ。なんていうのかな。彼女は、俺が全てなのね。その、俺の彼女は、俺が全てなの。俺が宇宙だし、俺が神だし、俺が世界で一番いい男だから。うん。彼女にとってはね。恋愛ってなんだろうね。なんでできなくなってるんだろうね。もっと恋していいと思ってるんだけどな。傷ついてよくない？告白してますか？告白をしてないだけだと思うんですけど。なんで告白しないの？好きって言っちゃいなよ。好きな人いないの？なんかさ、女の人は男をディスってて、男の人は女をディスっててさ、ダメじゃない？それって。恋愛してない時はクローゼットの中が真っ黒。ん？恋愛してない時はクローゼットの中が真っ黒。ほう。恋愛しだしたらクローゼットが服がピンクや黄色が増える。あー、面白いね。そういうもんなのかな？そういうもんなのかな。俺でもなんか3年女がいなくて3年女がいてとか3年2年周期だな。大体その人と別れてその人を忘れる期間みたいなのを設けるね。女の人を一回リセットする期間みたいな、なかったことにする期間が必要だよね。好きな人いるんだ、いいね。好きな人いるのはいいことだよ。でもあれだよね、なんだろうね、難しいよね恋愛ってね。でも本当に恋愛してないような気がする。本当に恋愛が少なくなってる気がする。俺はもっとみんなに恋して傷ついて波乱万丈な人生を送ってもらいたいよ。好きな人ができるとこのピンクとか明るい色が欲しくなる。何なんだろうねそれって。ていうか俺ね、ピンクが好きなのがよくわかんなくて、女の人って何なの、あのピンク信仰。ピンクは女の色みたいなさ。いや女の色でいいんだけど、なんであんなピンク好きなの。ピンクっていいか。年取ると若い頃の勢いの恋愛じゃなくていろいろ考えて重い恋愛になる。あー、収入とか世間体とか。なんでそんなこと気にすんだろう。俺思うんだけど、結婚ってなんかさ、最近の若い子の結婚観って年収700万以上で専業主婦ができてみたいなこと言うじゃん。なんか昼間はカフェに行って友達とパーティーして、夜はジム行ってエステ行きたいみたいなこと言ってるけど、俺バカだと思ってて、そんなうまい話あるわけねえじゃんって。っていうかむしろ年収700万以上稼ぐような優秀な男がお前みたいな女選ぶわけないじゃんって思っちゃうの。そう思わない？で、はっきり言うけど、俺は昔の昭和の貧乏なカップルだけどお互いのことが好きで支え合うために生きようよって、一緒に生活しようよって言って二人で豊かになっていくのが好きなの。俺結婚って二人で生きていくことだと思ってて、なんか所有物じゃないぞっていう、お互い。女は嘘つきが多い。女は嘘つきっていうか、まあ嘘が平気でつけるんだよ女の人は。男はピンク着ちゃダメ。俺でも男でピンク似合うって言われるけどな。俺結構ピンク似合うって言われる。どんだけ優雅な生活夢見てんの。本当だよね。年収はっきり400万500万でも相当豊かだからね。女は金持ちじゃないと寄ってこないからな。おメロン、そんなこと言ってんの。まあ、未だに。あのね、モテないやつって、あの、女は金持ってれば寄ってくるって言ってるけど、そんなのね、金に寄ってるだけだからね。あのね、俺よく言われんの。和道ってなんで生活保護なのに彼女できるのって。不思議でしょ？最底辺なんだよ。30過ぎてて、最底辺で、金なんて1円も持ってなくても魅力的な男は魅力的だから。
そう。逆に言ったら、金を持ってたらモテるって勘違いしてるやつは、金に女が寄ってるだけ。俺から言わせたら。そう、男は金じゃないよ。加藤さん、ピンク似合いそう。ピンク似合う男ってなかなかいないからいいね。なんか昔から言われるね。そこまでして女に迎合したくない。お金重視じゃないんだよな。女の人って違うんだよ。女の人って楽しいことが大好きなの。だからお笑い芸人がモテるの。あんなにブサイクでも。金持ってるからじゃないんだよ。要は楽しいことがお金で満たしてくれるか、笑いで満たしてくれるか、優しさで満たしてくれるか。だからサプライズが必要なんだよ。要はね、金じゃなくても女の子の楽しさって満たすことができるんだよ。でしょ？だけどそれができないから金だって言い訳してんだよ。そう思わない？そう思わない？どう思う？俺は女の子を喜ばせることができる男っていうのは絶対モテると思うよ。絶対モテると思う。今は支え合って生きていくのがいいな。俺はそういうのが素敵だなって思うけどね。お金重視じゃないよ。あればいいけど、それよりも面白さやドキドキをくれる人。そう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 。だよね。まあ、お金を持ってる分には越したことないけどね。だからね、モテる人はモテるんだよ。金があろうがなかろうが。いや、俺だって全然顔良くないじゃん。ハゲだよ。ハゲでチビでデブだよ。で、生主で生活保護だよ。アスペだよ。精神障害者3級だよ。中卒だよ。それでも彼女できるよ。俺以上のスペックのやついるの？逆に。いくらお金あっても価値観合わない人は自分には無理だ。まあね。お金持ちが好きな女の人は多いですね。どうなんだろうね。お金なくてもないなりに頑張ってくれる人がモテると思う。そう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 。モテるよ。絶対モテるよ、そういう人は。ていうかね、俺は思うんだけど、カップル同士で金の話なんかしたくない。俺、もう金の話しだした瞬間、萎えるもん。俺飲んだんだ、金の話なんか一回もしたことないよ。もうそんなね、くだらない恋愛ならやりたくない。疲れるじゃん。金の話しだしたら。もう金で揉めるのが一番愚かだと思ってるから、金で揉めたくはないですね。モテる人はお金があってもモテる気がする。あってもなくてもモテるよ。そうそう、そういうこと、そういうこと。あとね、これ言えると思うんだけど、仕事ができるやつはモテる。これ鉄板。金があるやつっていうよりも、仕事ができるやつはモテるよ。あ、まあ子供いたら別だよ。それそうだよ。今恋愛の話よ。子供いたら別々。子供いたら別よ。そりゃそうだよ。それ分かってるよ、ジーマ。子供いたら別よ。そりゃね、子供いてね、豊かな方がいいでしょ。モテる人はモテるんだよ。モテないやつはモテない。どの仕事を見てきて仕事できるやつがモテるっていうわけ？人材派遣でもバイトでも会社でもやっぱりね、仕事ができる人ってモテてた記憶があるけどな、俺は。今までそのアルバイト60個ぐらいと正社員3個と、まあ自分で会社やってた時もあるけど、仕事できるやつってやっぱモテるやつってやっぱ仕事できてたよね。だから女ってあれでしょ？要はその人の魅力みたいなものを見つける才能がすごいんだろうね。アルバイト62個かな、俺が経験したの。62個ぐらい。ほら、俺中学3年生から俺バイトやってるから、3つぐらい掛け持ってたこともあるし。前の彼お金がなくて3年間私が養ってたけど、すごい幸せだったよ。お金じゃないよ。何そのなんか悲しい話。ちょっと掘り下げてえな。仕事ができる人は頼りになるから。仕事ができる人って、やっぱコミュ力が高いし、気遣いができるからだと思う。やっぱり、そういうのって、頼りになるからなんだろうね。子供いるやつにドヤ顔されたんだけど、どうしたらいい？ドヤ顔された時の返しって困るよな。なんかドヤってるやつってさ、やだよね。俺もドヤってるやつあんま好きじゃねえわ。
なんか他人に自慢しないと成り立たないんだろうね、自分の生き方が。だから俺、どやるやつあんま好きじゃねえわ、正直。大勢の味方いらっしゃい。アルバイト62種、会社員3種、経験した結果が今の配信業なのか、勉強になるな。まあまあ、そんな感じだね。まあ今、そんな感じだね。勉強になるかどうかわかんないけど。私は頼りにならない人を好きになってしまう。だから母性本能が強いんじゃないの？なんか、俺はそういう人に好かれるね。ダメな男だけど、なんか守りたくなっちゃうんだろうね。私にないとこの人ダメだってなっちゃうんだろうね。俺は結構そういうの多いかもしんない。わかる。俺ね、ダメンズウォーカーってほら、ダメな男が好きな女いるでしょ。それをね、メロメロにする何かを持ってるんだよね。なんかね、俺ね、それね、うなちゃんまんにも感じるの。うなちゃんまんって、そういう魅力あるよ。なんか養いたくなるっていうか、私がいないとこの人ダメなんじゃないかみたいな、母性本能強い女が、うなちゃんのこと好きになるっていうのわかる。あれ、モテるよ。特定の女にだけモテると思う。うなちゃんも魅力あるよね。でもそういう人はガンガン稼げばいいんだよ、働いて。で、養ったらいいんだよ。幸せなんだから、それで。絶対それが幸せなんだから、本人にとって。ガンガン稼いで、バリバリ働いて、で、男養っちゃえばいいんだよ。囲えばいいんだよ。要はね、ダメなやつが好きってね、要はね、夢見てるバカな男が好きなんだよ。もう大人、いい年こいても、男はいつまで経っても大人じゃん。あ、子供じゃん。で、もうほんと子供みたいなのが好きな人っているんだよ。だからそういう男は化けたら面白いけどね。そういう男が結構長い目で見たらさ、俺思うよ。最終的に50代、6、40代、50代の話ね、これ。40代、50代の男の話だけど、20代、30代とかは金持ってるサラリーマンで、公務員でとか、三菱商事でとか、ソニーでとかわかんないよ。グーグルでとかがモテるんだよ。だけどね、俺思うけど、40代、50代になって、やりたいことやって飯食ってて、最高に楽しい人生送ってるやつはモテるよ。かっこいいよ。で、その時気づくんだよ。だから女、奥さん寝取られちゃうんだよ。要はね、遊んで稼いでるやつの30代、40代、50代はかっこいい。で、ね、優秀なやつほど羨ましいんだよ。優秀でさ、勉強もできてさ、地位も名誉もあるはずなのに、なんで俺こいつにコンプレックスがあるんだろうってなるんだよ、絶対。俺それあると思うよ。絶対あると思う。やりたいことやってやった時は、20代、30代ってモテないんだよ、金がねえから。で、人生負け組じゃん、要は。でも負け組を極めると勝ち組を超えるかんね。俺それあると思う。最後まで頑張れば。最後まで頑張るとね、あるんだよ。やっぱりね、それってね、取り返しがつかなくてないものねだりみたいなもんだから、俺だからウナにね、そういう強烈な魅力みたいなの感じるもんね。公務員とかは嫉妬するだろうね、好き勝手生きてるから。社長はマネージメント向いてそう。トロンさんいらっしゃい。社長はって誰？社長って誰のことだろう。社長って誰のこと？周りに流されないで、なんて言うんだろう。なんなんとしてる男の人惹かれるわ。だよね。男はね、あとリスク。リスキーな匂いをしないとダメだよね、やっぱ。俺も、ちょっとリスキーな匂い、脇から出てるから。あ、こいつリスキーな匂い、脇から出てるわって。やっぱね、男は、ちょっと危険なぐらいがいいから。俺の脇は結構危険だから。女をメロメロにする匂い出してるから。脇から出してる。
俺の脇はリスクの塊だから。そうだ、エイジーノーズもうすぐ切れるんだよな、買わないとな。ひょうひょうとしてる人か。風船プレゼントありがとう、きのこさん。っていうかさ、俺さ まあいいや。微妙に脇がの人好きだわ。あ、俺、微妙に脇がの人だと思う。俺も競馬のリスクなければ生きていけない。あ、競馬好きなんだ。俺、馬やったことねえかんな。何が楽しいのかわかんねえな。ナッツさん、こんばんは。だってさ、なんか、レースまで長くない？なんか、走るまでが長くない？なんか、で、なんか何回くらいできるの？あれ。1日、5、6レースしか参加できないんじゃないの？面白いの？馬って。ナッツさん、こんばんは。ハートプレゼントありがとう。長いよね。で、なんか100円とかなんでしょ？あれかけるの。100円かけて、万馬券って1万円になることだっけ？なんかなって思っちゃうな、俺は。どうなんだろうみたいな。どうなんだろうなみたいな。面白いのかね。まあ、面白いからやってるんだろうけど。馬はやろうと思わないかな。ギャンブルで一番面白いのはテキサスホールデムだっけ？テキサスホールデムだっけ？ポーカー。テキサスホールデムか。テキサスホールデムってめちゃめちゃ面白かったよ。馬かわいいよね。なんだろうね、馬のかわいさね。めっちゃかわいいよね。テキサスホールデムやったことある？めちゃめちゃ面白いよ、俺。お台場でやったけど。あれはかけてやりたいね。ポーカー好き？めっちゃ面白いよね。もう駆け引きだから。だから麻雀に近いかな、かなり。麻雀より駆け引きの要素強いか。駆け引きゲーム大好きだからな。頭良くないとできないしね、あれ。運でも勝っちゃうんだけど、長い目で見ると、やっぱ頭のいいやつが勝つんだよ。馬刺し美味しいとか言えない雰囲気。馬刺しうまいか？ 馬刺しうまいと思ったことないんだよな。なんか、生で牛の肉食いたいと思わないんだよね。豚肉、牛肉、鶏肉でいいんじゃねえかなと思う。ポーカー超面白いよ。もうチップ、その自分で賭け金決められるとか、降りるゲームができるのがすごいいいね。そのゲームによってどんどん熱くなってったりするのがいいんだよ。 WSOP って大会の賞金やばい、うん十億とかだよね、世界だと。日本だとあんま浸透してないんだけど、世界だと、そのなんかサッカー選手とかもプロで加盟してたりするんだよね。なんか、馬刺しうまいんだ。俺、いや、別にまずいとは思わないよ。馬刺し食って。全然まずいとは思わないけど、うわ、明日も馬刺し食いたいとか、お母さん、今日のご飯何？馬刺しだーってならないでしょ。 それってうまいってことなの？なんか、馬刺しみたいな。なんかハテナマーク出ない。カレーライスとかオムライスとか、と違うじゃん。それをうまいって言っていいの？ラーメンとか違うじゃん。なんだろう、俺は、なんか、まあまあ、食えるし、まずくないよねっていう。なるの？なる？馬刺しだってなる？ならないけどな。なるんだ。俺ならないね。馬刺し食う？って言われたら、あ、じゃあ、みたいな。はい、みたいな。うまい？って、うまいっすね。なるの？ なる？馬刺しで。なるか、本当に。どう？だってさ、そんなに馬刺しでそんなに美味しいものだったらさ、もっと馬食うでしょ。食うために、なんか、食用の馬とか開発するでしょ。だからそんなに食べないじゃん。
お母さんのくだりはない。赤身肉は何でもテンション上がる。おー、赤身の肉あんま好きじゃないんだよな。やっぱ和牛とかさ、脂身のある肉が好きだわ俺は。俺は別に馬刺しとか別に。しゃぶしゃぶはテンション上がるよね。冷しゃぶとかもテンション上がるじゃん。冷しゃぶも結構うまいよね。ごまだれとか卑怯だよ。居酒屋でうまい馬刺し出てきたらテンション上がる。なあ、でもな、俺もう酒やめちゃったからな、バーに行くこともないし、居酒屋に行くこともないんだよな。ああ、もうないのか、人生で。そう考えるとなんか、いろいろ感慨深いものがあるな。もう俺酒捨てたかんな。まだ若いから。何、馬刺しがうまくなる年齢っていくつからの？何その子供みたいな扱いされてんの？いや、馬刺し別に、ま、だからまずくないよ。言っとくけど。肉食うよ、俺。俺食う食う。肉食うよ。全然。まあだから、俺が一番好きな食い物お米だからさ。酒を、だから、きっかけは、直沢さんが直沢さんってわかる人はわかると思うんだけど、直沢さんっていう人がいて、で、その人に会って、で、それがきっかけではあったんだけど、いや、酒の失敗談なんか腐るほどあるね。腐るほどあるね。腐るほどあるんだけど、そこじゃないんだよ。まず、直沢さんっていうのが、人が、まあ、かっこいい人で、で、酒飲まない人だったんだけど、なんで飲まないかっつったら、酒飲む時間がないっていうか、なんかその、俺、考えて生きてるから、その、考えを止めることは、その、社員とかが大変なことになるから、だから意識を酩酊させることができないみたいなことを言い始めたの。で、それがきっかけで、あれって、俺、なんか酒、いいと思って飲んでたけど、ちょっと待てよって振り返るきっかけになったんだよ。で、でだ。まずね、俺お酒飲んだら、まず、頭痛くなるんだよ。で、お酒美味しくないんだよ。そもそも、だから、お母さん今日の飲み物のジュースちょうだいって言った時に、今日ワインあるよって。なんか、すごい高いワインだよって言っても、やったーってならないのよ。やったワインだーってならないのね。まず、ワインとか飲まねえしってなるの。ワインよりもファンタが冷蔵庫に入ってて欲しい人だから、なんて言うんだろう。まず、いらない、まず。酒が。頭痛くなる。で、まずい。ジュースの方が美味しい。で、ここが問題なんだよ。高い。意味がわかんないでしょ？こんばんは、アラオさん。意味がわかんなくない？正直、まずくて頭痛くなって、高いものを飲むんだよ。こんなに不条理なことないじゃん。さらに言ったら、アル中になる可能性もあるし、さっきも言う通り、酒の失敗談もあるだろうし、いいことが一つもないじゃん。いいことが一つもないんだよ。酒飲んで。だったら、じゃあやめようって思ってやめたやん。もう何ヶ月経つんだろう。結構経つんだけど、何一つ悪いことが起こらなくなったよね。頭痛いとか吐いたりするのは体に合わないよね。でも、俺酒強いんだよ。酒は飲めるの。そう。だからそこが不幸なんだよ。俺本当、バー配信とか見てた人はわかるけど、まあ酒強いんだよ。不幸なことに。いくらでも飲めちゃうの。悪魔さんいらっしゃい、こんばんは。みんなまずいし頭痛いけど飲むんだよ。どうなんだろうね。ビールは頭痛くなる。俺がね、美味しいと思うのは、だから、ウイスキーとか、あと、ジンとウイスキーと、あと、なんだろうな。ブランデーが好きだったね。ブランデーが。だから、なんつうの、蒸留酒っていうの。なんか一回、その、蒸留してるお酒は、意外と好き。ただ、なんだろう。まあ、例えば、レッドブルとブランデー、100万円するブランデーと、レッドブル置かれたら、俺はレッドブル飲みたいね。あ、ビール嫌いなんだ。ビールは最初、疲れてる時の最初の一杯のビールはくっそうまいけどね。一口目は。
ただ一口だけだよね、本当に本当にそう思う。最初の一口だけ疲れてる時の、それ以外ずっとまずい。あ、酒飲めないんだ。でもなんかね、居酒屋の雰囲気は羨ましいなと思うの。バーの雰囲気とかだから、バーには行きたいんだよ、居酒屋にも行きたいの、飲み会にも参加したいの。ジレンマだよね。行きたいもん、バーに。何飲めばいいんだろう。コーラコーラ飲めばいいのかな。何にします？コーラ、コカコーラ、キンキンに冷えたやつ。進めづらいよね。うなちゃんマンや金梅はエンドレスで飲み続けてるけど、あれアル中だから。あ、金梅さんね、あれだよ、あったじゃん企画の時に。本当に酒入ってないのに酒臭かったよ。ガチのアル中だよあの人、マジで。金梅さんこれやばいっすよって。もうあのさ、アル中って皮膚からアルコールの匂いするじゃん、息じゃなくて体からするじゃん、あの息。もうビッタビタ酒で、でずーっと酒飲みたいしか言ってなかった。マジで金梅さんは多分やられてると思う。大人のたしなみか。飲み会ソフドリ参加か。真夏のビールは意外とうまいと思わない。おー、なんか汗かいた後のビールの一口目だけうまいって印象ですね。タバコより酒の方が他人に迷惑かけてると思う。それあるよね。ああ、それあるよね。タバコはさ、でもあれなんだよね、生理的に無理じゃん、匂いとか煙とか。だからそこは気をつけないといけないよね。そう、不快感が生理的な感じで来るじゃん。酒とかは失敗や、あ、でもね、俺思うけどさ、その、酔っ払ってたら、なんか、刑が軽くなるとか、酔っ払ってたから、勘弁してやってくださいみたいな風潮は、俺許せねえよな。なんか嫌い。酔っ払ってるからこそ刑を重くしろよって思うんだよ。そう思わない？なんで酔っ払ってると刑が軽くなるんだと思うの？逆だろ？うん、自らバカになって、で、人を殺しちゃいました。ああ、バカになっちゃったんだからしょうがないよねって。バカだろ。全員バカだよ、これ、登場人物。うん、バカに自らなって、バカになっちゃったからしょうがないから刑軽くしとくねって。逆、逆。自らバカになって、バカがね、人を殺しちゃったら、バカなんだから裁けよ、もっと重く。どう思う？俺、これ本気で思ってんだけどな。うん。だったらそんなバカになる飲み物を飲むなよっていう。うん。と思っちゃうんだよな。だってさ、例えばなんだけど、例えばだよ、覚醒剤をやって、カッとなって人を殺しちゃいましたって言ったら罪重くなるじゃん。何お前人殺したなんでだって。いや、シャブ打ってて、ついって言ったらさ、ふざけんなってなるじゃん。なるでしょ？なるよね。うん。マリファナ吸ってヘロヘロになって運転で人殺しました。おい、ふざけんなよって。人殺した上にマリファナとはどういうことだってなるじゃん。なんでアルコールは逆なの？それがわかんないんだよ。例えば、人を引いて殺しちゃいました。その、タバコを吸ってた不注意だったとしたら、タバコ、ふざけんなってなるじゃん。なんで酒だけ逆なんだろう。表情違う？そう。あんまり、よく言われるけど、あんま自分では気づかないかな。福岡の飲酒事故は最悪だった。あ、どんな事故なんだろう。あ、あれか！俺見たよ！ワード2！ バカありがとう。俺、あれ、もう、なんとも言えなかった。ほんと悲しいよ。知ってる？あの、おじいさんのやつでしょ？俺もうなんか切なくなってさ、あれは。知ってる？みんな。ちょっと解説すると多分その事故だと思うんだけど、まずね、どういう事件が起こったかっていうと、小学校の通学路で、ほら、旗持っておじいちゃんが見守るやつあるじゃん、下校の時に。ボランティアでやったりとか、少ないお金で、その下校の時だけ、その安全に小学生が渡るようにっていう。で、何が悲しいかって、そのおじいさん死んじゃったんだよ。で、男の子は怪我で済んだの。二人引かれたのよ。飲酒運転で。でね、何がね、これ悲しいかっていうとね、そのおじいさんは若い頃に娘をその事故現場で亡くしてるんだよ。え？
許せねえよマジで。俺ね本当にね、お酒良くないよね。お酒は絶対良くないと思う。俺が言いたいのはそこ。飲酒運転についてどう思ってるの？だから飲酒運転なんでクソだよ本当に。あ、島根の方ね。すいません、ごめん。あのニュース見ないんだ俺。本当悪い。知らないわじゃあ。あのごめん。なニュース見なくてもいいもん別に、本当にニュースやめたかんね俺。お酒もやめたしニュースもテレビもやめたよ。やめた俺は本当。でもね何も変わんないよ、ニュースやめても意外とねなんとかなるよ。飲酒運転ね、飲酒運転っていうかだからまあ酒飲む、なんだろうな、酒飲まないと楽しめない人生なんかやだな。あでもねちょっと羨ましいなっていうのはあるよね。酒うまそうに飲む人見ると酒まずいわけじゃんこっちは。いやーこの樽がいいなとか言うとね、新大陸だなとか言われるとねちょっとムカついてくるよね。嫉妬感はあるよねやっぱり。ニュースってよくよく考えるとどうでもいいことだよね。ねなんだろうな、もうね情報が多すぎると思ってて、正直言うと。もうインターネットのすごいところってもうとにかくずっと暇を潰してくれんのよ。もうありとあらゆる情報がブワーってあって、でなんて言うんだろうな、ネットって自分で情報を選べるじゃん。そのこういう情報が欲しいっていうの選べるじゃん。でもさニュース、特にテレビのニュース番組とかってさ、時間拘束されてさ一個のことを引き伸ばすわけじゃん。今回の事件についてどう思います？マツコデラックスさんとかいらないじゃん。なんでマツコデラ俺ね、マツコデラックスがコメンテーターやってた時にずっと思ってたんだけど、コメンテーターってさある意味さ国民代表の意見を言う人だと思ってるの。わかるわかるっていう人を言う人だと思ってるんだけど、まずマツコデラックスって超マイノリティなんだよ超巨漢で超ゲイなんだよ。なんであいつに国民の意見代表を言わせるんだろうっていうのが前から納得いかなくて、まあコメントの切り返し面白いとかあるんだろうけど、なんか日本国民代表だなのはどこのポジションから代表なのお前はっていう。お前新宿2丁目代表でしょみたいな。でもひどい時にはオカマばっかりになってた時あったじゃん、ひな壇に。ひな壇っていうかさ、コメンテーター枠にオカマが2人いる時とかカオスだよね。新宿2丁目だけで回ってねえぞ世の中はみたいな。それはね前々から思ってたかな。いやお酒大好きなの全然いいよ。昔でも昔って飲酒運転ってよくあったんでしょ。だから飲酒運転の罰則が全然軽かったの。軽かったっつうかもうないに等しかったよね。いやだってオカマ面白いもん。オカマが一番面白いじゃん。オカマには勝てないよ。オカマ面白いっすよ。お酒に逃げれる人とかある意味羨ましい。なんかお酒を飲んだから本音が言えるっていうのは嫌だなと思う。かっこ悪いなと思っちゃうんだよね。なんかお酒を飲んでしか本音が言えない人っていっぱいいるじゃん。で酒飲んでたからってことで許されるみたいな風潮って何なんだろうあれ。未だに納得できねえな。なんか本当にかっこいい人ってシラフの時に何かを言う人の方がかっこよくない？お酒のだってさ、女の人で例えばさベロンベロンに酔っ払って好きですって言われたら引かない？はってならない？ベロンベロンに酔っ払って引かないっすか？
いや、ちゃんと言ってよって思わない？っていうか、何？今の子たちはどこで告白をすんの？ダイレクトメールで告白するのかい？若い人たちは。中性的立場だから叩かれにくいというメリットを利用してるメディア。あー、なるほど。要は過激な発言言わせたいんだけど、なるほど。立場を超えた存在だから、彼らは毒舌が効くんだ。あ、面白い見立てだね、それは。なるほど。説得力めちゃめちゃあるわ。なるほど。LINE？ でもさ、LINE で好きって言われたらどうなの？ドキドキしなくない？ LINE なの？スタンプが来るの？好きだよって。スタンプが来るのかい？そんな時はですね、私、アシカくん LINE スタンプ2です。大好きだよスタンプ作りましたので、皆さんぜひ私が作った LINE スタンプ、大好きだよスタンプをぜひ使ってください。告白をする際は。絶賛発売中です。絶賛発売中ですので、ぜひ皆さんご購入ください。いつでも告白できます。どうなのかね、スタンプで告白するのかね、うん、マキティいらっしゃい。多分もう一生恋はない。あ、そう、うん、ベロンベロンに酔っ払って好きですって言われたことあったけど、酒の力借りないとダメなのって引く。あ、そうだよね、うん、あ、やぶみいいね。吹き矢とかもいい。ドン、ふむ、好きでござる、ふむ。いいね、新しいね、うん、キリ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 パッ、危ない。そういうのいいね。アシカくん2までです。はい、2までです。3は出ないです。売れ行き、2の売れ行きが好調だったら3出るんで、ぜひよろしくお願いします。皆さん2を買ってください。2を、どんな彼氏欲しいの？どんな彼、理想の彼氏言ってこ。理想の彼氏言ってこ。じゃあ理想の彼女と理想の彼氏を言ってこ。徹底討論しよう。もう本当にどんな男がと付き合ってるの？ツー使ってる？ありがとう。ベロンベロンに酔っ払いになったら目の前の人が素敵に見えるのかもな。あのね、違うんだよ。好きなんじゃなくてやりたいだけなんだよ。だからそれが女の子を惹かせるんだよ。あのね、男ってやりたいのと好きなのは別だから。絶対別だから。これ本当覚えておいた方がいいよ。まあ知ってるだろうけど、うん、和道みたいな男が欲しい。お前男じゃん、メロン。なんだそれ、気持ち悪い。お前男だろ。うん、俺はね、可愛いぜ。俺は可愛いぜ。散歩するだけで楽しめる男の人がいいな。なんかさ、俺思うんだけど、付き合っていくと口数って減っていくもんじゃん。で、それが悪いことだと思ってる女の人って俺間違ってると思ってて、会話の数が減るっていうことは、話せなくても通じることが増えていってることだから、いいことだと思うんだよ。だからおじいちゃんとおばあちゃんでもずーっと一緒にいるだけになってくるじゃん、だんだん。こう、ニコーってして、おばあちゃんもニコーって横で座ってるだけになるじゃん。綺麗だね。そうですね。寒いね。寒いですね。あれが完成形でしょ？そう思わない？あれこそ日本人の美徳なんじゃないかなと思うんだけど。好きに生きてる人がいい？散歩するだけで楽しめる人？うん、マインドコントロールの技術がいるんじゃなくて、恋愛自体が相互間にマインドコントロール掛け合ってる状態だから、うん、技術がいるんじゃないんだよ。好きになるってそういうことだから、うん、デートしたい、レンタル彼氏利用しようかな。お、使ってみなよ、レンタル彼氏。
多分クソだよ。わかんないけど、俺の予想クソだよ。うん、だってさ、よくよく考えてみ、いや使うべきだと思う。使ってクソなのを確認するべきだよ。だってさ、金払ってる、だからさ、なんて言うんだろう、金払ってるからこの人は私と一緒にいるんだっていうのはさ、消えなくないか。デート中どんなイケメンでもクソでしょ。いや、どんなにいい男でも、どんなにかっこいいやつでも、私が金払ってるからこの人は優しくしてくれるっていうのはさ、わかるわけじゃん。その商売でやってるっていうのはさ、辛くないそれ。辛くね、めっちゃクソじゃん。うん、自分がわがままでいられる相手がいいな。ありのままでね、いた方が楽だからね。レンタルおじさんもいんの。あ、そう。レンタル、あ、だから、なんだろう、男ってレンタル彼女ないじゃん。あんのかな？でか、わかんねえわ、あんのかどうか。でも男って風俗ってさ、でもやりたいだけだよね、結局ね。クソだろ。レンタルおじさん興味あんの。っていうかさ、だったらだよ、金払ってなんでやるの？ネットでさ、女っていうだけでさ、需要あるわけじゃん。出会い系サイト一回登録してみ、多分ブワーってくると思うよ、200件ぐらい。その中からいい男選んでおごってもらった方がいいんじゃないの？俺レンタルワードずっとやってたわ、ニコ生の時。レンタルワードやってたじゃん。女性リスナーとか問い合わせ何件もあって行ってくるわって言ってたじゃん。で、デートやってましたよ、僕。3時間1万円。レンタル彼女あるんだ。うん、俺、それでだって、あれですもん。めちゃくちゃなこと言って2人で爆笑したい。うん、メンヘラみてえだな。メンヘラの発言だな。うん、歳を考えろ。マキティ、いくつだ、うん、歳考えろ。うん、昭和の匂いがするぞ。昭和のトレンディードラマの匂いがするから、マキティから。女は需要あるわね、確かに。うん、あるでしょ。うん、それこそ女が金払って男を捕まえる発想がわかんないわ。女っていうだけで男は選べる立場だから。ええやんけ、ええやな。うん、そうそうそう。だから別に、ていうか俺思うんだけど、あ、恋愛で強者は女の方だからね。あのね、変な話なんだけど、女ってどんなジャンルでもどんな年齢でも売れるって言われてんの。商品化で売れるって語弊がある言い方だけど、そう言われてんの。風俗業界とかお水のスカウトとか、デブでもブスでもババアでも人妻でも若くても何でも需要があるの。全ジャンル対応なの。うん、男ってごくごく狭い感で、ね、モテるっていうのは。出会い系は怖い。いや、女選べるんだよ。そう、女選べる。出会い系は地雷女多いよ。まあ俺の最愛の彼女結構地雷だからな。結構地雷だし、俺もまあ言ったら地雷みたいなもんだからな。うん、だから地雷カップルだからね。地雷と地雷が好きになっちゃったからね。地雷と地雷が恋愛してる感じですよ。だから平和なんだよ。あれ、のんたん、ね、ネットで出会ったら結構な地雷だと思うよ。あと、ね、出会い系サイト登録して俺出てきたらかなり地雷でしょ。うん、だから地雷と地雷だからうまくいってるんだと思うよ。うん、地雷カップルですよ。うん、だからよく二人でね、お互いの地雷踏んで、ボーンボーンってなってるでしょ。なんかあいつら爆発してるぞってなってるでしょ。あれって。ボーン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 ってなってるじゃん。お前らそれ綺麗な花火だなーつって見てるじゃん。ねえ。地雷どころか、C4 ぐらいの威力ある。なかなかだよね。パフェプレゼントありがとう。サボちゃんバーガーありがとう。いや、俺も結構地雷だと思うよ。いや、俺地雷だと思うけどな。なかなかでしょ。いや、俺はだから地雷である。俺ね、あの、前から言ってるけど、これネタだと思われてるんだけど、俺の理想の女性像って、
キキキリンとか、草間弥生とか、小野洋子とかなの。これ、マジな話なの。あの、ライフスタイル。まあ、別にセックスしたいと思わないわ、別にキキキリンと。ただ、キキキリンに抱いて和道って言われたら、俺、抱くと思う。キキキリン、それくらいいい女だと思ってんの。なんかね、ババアが好きなんだよ。爆発した後の残留物があったり。金たかりそう？俺金たからないんだけど、俺ぶっちゃけ金たかったことは一回もない。金くれとか何か買ってって言ったことはないけど、めっちゃ貢がれる。昔からそう。あのね、なんだろう。紐気質なんだよね。あのね、知らんだよ。別に狙っておねだりとかしてないの、本当に。だけど、女性からプレゼントめっちゃ多いよ、俺。なんでか知んないけど。秋竹城は別に魅力的じゃねえわ。金とかたかんないですよ、僕は。浅井さん金持ってないでしょ、別に。浅井さんね、あ、でも、浅井さんはちょっと、浅井さんと恋愛はちょっと考えられないかな。リスペクトはしてるけど。でも、浅井さんは素敵だよ、本当に。いや、もうね、俺ね、この浅井さんから買った3500円の本のレビュー超やりたいの。めちゃめちゃ内容濃いんだよ、これ。これね、ほんとね、浅井さんが中身を言わないでって言ったから言えないから、まあ、版権向こうが持ってるからさ、これほんとすごいよ、これ。浅井ゆき子、あなたの人生をより良くする。3500円で買ったけど、これマジですごいから。これすごい、本当に。これ浅井さん、しかもこれ全部手作りなんだよ。浅井さんの本注文したけどちゃんと届くのか心配だわ。いや、もうそこ運次第だよ。それもう運だから。でもね、俺思ってたよりも、俺はね、もっと A4 の、いや、もう本当に3500円払う価値マジである。マジである、この本は。これは、あのね、内容をね、本当見せたいんだけど、すごいよ。これ一冊あったら本当幸せになる。これね、なんて言ったらいいんだろう。全ね、170ページなんだけど、浅井さんがプリンターで刷って、ハサミで切って、ホチキスと糸で留めて、表紙になってるの。で、何が面白いかってね、1ページ目が4ページなの。もうここにナンバリング振ってあるんだけど、まず4ページから始まるの。で、浅井さんに、なんで4ページからなのって言ったら、他の本は4ページから始まってるからって言うのよ、浅井さんは。いや、浅井さん違うと。それは、表紙2枚で目次が入ってるからだよって教えてあげたの。面白いでしょ？浅井さんは、だから普通に売ってる本屋さんとかで、あ、4ページから始まるのが普通なんだっていうことで、もういきなりペラってめくると4って書いてあるの。で、なんでって聞いたら、普通は4から始まるんです、本っていうのは。もうすごいでしょ？で、もう次のページ開いてまた衝撃なんだけど、次のページ開くと、こっち側真っ白なんですよ。こっち側に文字が入ってんの。要はこれどういうことかっていうと、プリンターで自分で刷ってるから両面印刷できないのよ。だからこの分厚さなの。要はページ開くと1枚やって、その裏紙なのよ。裏紙に印刷されてないの。だから、半分の量で済むところなんだよ。170ページが。それがね、自分で手作りで作ってるから、この分厚さになってるとか、もうすごいでしょ？で、あと面白いのがね、ここに、裏紙のところもやっぱ浅井さん研究してて、タイトル、作者浅井ゆき子。タイトル、あなたの人生をより良くする。2017年1月1日、初版第1冊発行って書いてあるのよ。要は、浅井さんが本の裏を見て、それを丸まんまパクってんのよ。著作者浅井ゆき子。発行所浅井ゆき子。で、浅井さんの電話番号と、浅井さんの住所が書いてあって、で、印刷製法浅井ゆき子なのよ。もうすごいんだよ、とにかく。著者浅井ゆき子、発行所浅井ゆき子、印刷製法浅井ゆき子って浅井ゆき子しか書いてないの。で、何が面白かったかっていうと、初版第一冊発行年月日書いてあるわけじゃん。で、何冊作ったのって言ったら、5冊作ったって言ったのよ。でしょ？まずここまで OK じゃん。5冊自分で手作りしたと。っていうことは、リスナーさんが注文した時は第2版なんだねって言ったの。要は、初版の第1冊発行。要はこれプレミア本なわけじゃん。
いや、違います。2回目吸っても2回目プリントアウトしても第初版ですっていうのよ。で、新しい本が出たら第2版になりますって言ってて、その初版の意味を分かってないの、浅井さんは。それ浅井さんが言ってるのは巻数だよって教えたんだけど、それ第1巻第2巻の概念と初版の意味が浅井さんは分かんないのよ。だから発行部数の概念がよく分かってないの。面白いでしょ。でもね、内容は深いんだよ。うん、いろいろすごいんだよ。もう、おい、レイさんいらっしゃい。うん、もうお腹痛いでしょ。いや、だけどね、すごいこと書いてあるから、本当に、あのね、もう、なんて言うのかな、なんて言うんだろうな、浅いワールドで、浅井さんの世界観を文章にするともっと深くなるの。この人、作家だよ、本当に。この人、天性の詩人。だから、読み上げたいの、俺は、1ページ、1ページを。だけどね、それができないんだよ。宣伝したいんだよ。欲しくなるよ、3500円で。いや、人生の話どころじゃなくて、宇宙はどうやってできてるかとか、予言とかがいっぱい書いてあるの。浅井さん連絡すれば帰る帰る。すごいんだよ、もう。すごいんだよ、本当に。読みたいでしょ。俺の家に来たら読めるかんね、これ。ていうか、俺、これ旅、これ持ってこうと思ってる。これ持ってって、一ページ一ページ見せたい、リアツとした人に。うん。いや、すごいよ。すごい。今、一個読んだだけですごいと思ったもん。アマゾンで買えないよ。アマゾンで買えないよ。読みたいよね。俺、インターネット版の版権欲しいもん。俺、アマゾンで売りたいもん、Kindle でこれ。3500円で。マジでこれ、電子版の権利くれねえかな、浅井さん。いや、もうそこはご想像、それはネタバネになるから、もうこれ以上は言えないよ。俺はだからもう、だから、何が面白いって、もう、なんつうの？簡単に言うと、ページ数でも面白いし、その、初版とか、発行者とかでも面白いし、もう、その、なんつうの？内容で触れられない部分で、こうだよ、でも面白いんだよ。もうそこで笑いが取れるぐらいなんだよ。つまり、その、本文は、そんなレベルじゃないのよ。もう、なんつうの？簡単に言ったらさ、この漫画ってどう面白いのって言ったら中身を言うじゃん。そうじゃなくて、このカバーとかでももう、このカバーとか、このセリフの部分とかでも面白いってなっちゃってんのよ。わかるかな？だから内容はすごいよ、本当に。ていうかさ、このご時世にさ、自分で本を作るってすごくない？これ、自分で作ってるんだよ。本全部が、ていうかもうこれ浅井さんそのもの。はっきり言って。浅井さんそのものです、これ。マジで。もう冗談でも何でもなく。これ浅井さんです、これ。うん。これね、でもね、ほんとね、価値出ると思うよ。うん。俺これ多分ね、150年後、とんでもない宝になるって浅井さん言ってたもん。150年後、とんでもない宝物になりますよって。すごい価値になりますよって言われて。俺、あながち、わかると思うの。でも、浅井さんに言ったの。150年後だったら、俺ら生きてないじゃんって言ったの。そしたら二人でゲラゲラ笑ったの。はっ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 て。その時の浅井さんの回すごいよ。じゃあ、150年後早く起こしましょうって言われたから。すごくない？発想が。そうですね、和道さん。じゃあ、150年後早く行きましょうって。時間軸、この人変えようとしてると思って。びっくりしたよ、俺。ちょっと引いたもん。150年後生きてる間に起こそうとしてると思って。図書館にないですね。うん。窓をあぶく銭にくれ。やだよ。俺は必死になって働いてんだよ。あぶく銭になんか1円もねえわ。リスナーからもらった大事な大事なお金だよ。うん。ちょっとトイレ行ってくんね。
もうこんな時間かよ。あと30分で、あと30分で終わりにするわ。うん。お、さすが匠さん。ちょっと見てみようか。ホームページのはみんな公開してるから読み上げていいでしょう。これは書籍、動画、セミナーていうかレクチ勝手に大丈夫か。レクチいる？ちょっと待って、ホームページのトップにさ、レクチ載ってるんだけど大丈夫？これ笑えるよ。レクチのこの医療が神に変わった瞬間っていう動画やばいかんね、これ。リアトツ。これずーっとこんなことやってるからね、浅井さん。プライベートで。ハートプレゼントありがとう、ごましおさん。あと30分で終わりです。いやー、奇跡だな。神様だよな、本当に。神だよ。神現るだよ、本当。なんかでもワクワクすんな。今もう2月でしょ。3月末、4月の頭には旅に出る予定じゃん。あと2ヶ月後俺ここにいないんだぜ。ヘロー、ジョーカーいらっしゃい。なんか旅とかしたことある？日本全国回るのどれくらいかかるんだろう。いやマジワクワクするよね。いよいよ、いよいよ2ヶ月後俺は旅に出るんだよ。どんなドラマが待ってんのかな。すげえ楽しみだよ。ねえ、夢を一個叶えるよ。旅人になるっていう。楽しみだね。日本のいろんなところ回ろうぜ、マジで。せっかくだから、田舎の方とかさ、配信者がいない田舎の方とか行こうよ。第一村人発見みたいな。そういうノリでやりたい、本当に。田舎の方の人、あったかい人ばっかりだかんな、本当に。おい、ハチワドツー、いらっしゃい。田舎の方の人、マジでいい人ばっかりだった。旅は延期しますとか言いそうだな、お前。なんでさ、初対面の人にお前って言われないといけないの、俺。うん。延期するときは延期するって言うよ、俺。あ、サボちゃんバカありがとう。新潟来てくださいよ。来月引っ越すので。あ、新潟行くんだ。あ、行く行く。全然。うん。バカプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。サンキュー。いや、楽しみだな。どうなるんだろうね、本当に。ワクワクするし怖いな。のんたん帰ったよ。うん。
ほら、ワンちゃんと猫ちゃんいるから。ビジネスの話どうなりました？いや、それがね、思ってたよりも反響があって問い合わせがあったんだけど、ほら、俺旅出るじゃん。だからどうしようと思って、旅出ながら並行してできるのかな、どう思う、ジョーカー。だから帰ってきてからでもいいのか、どうしようかと思ってて。で、ここだけの話なんだけど、超すごい人から、超すごい人が見てて、電話かかってきたんだよ、夜中に。 LINE 来たら、あ、どうも、久しぶりですね。最近でやってないからできなくなった。この前ワドさんの放送を見てたんですけど、僕10万円がないと参加できないのでしょうか。ワドさんの会社、僕も興味があるんですね、って言われた。すごくない？まあ、誰とは言えないんだけど、誰とは言えないんだけど、問い合わせが来てますよ。仕事休み取れたらいいな。ねえ、で、今日もたくみさんから連絡来て、どうするって言ってて、どんな感じでやろうかっつって、とりあえずサイト作っちゃうとか、あ、ロハコさんですね。ロハコさんから連絡来ましたね。だから、ロハコさんは日本インターネット生主協会の会長になってもらおうかな。ヌマップの木村拓哉だからね。バカプレゼントありがとう。ロハコさん可愛いよな。ロハコさんだった。最近ロハコさんのモノマネやってないから、なんか似てなかったね、あんまりね。ロハコさん大好きだよ、俺。眠くなってきちゃった。眠くなってきた。ていうかさ、思うんだけどさ、和道リスナーさ、いつ寝てんの？本当に。いつ働いて、いつ寝てんの？本当に働いてるの、お前ら。なんか働いてる設定でコメント打ってるけど、本当はニートだろ、お前ら。全員働いてないでしょ。いつもいるじゃん、いつものメンバーが。あれだろ、引きこもりだろ。え、学生なの、ジョーカー。働いてんの、本当に。俺だんだんね、この出席率は絶対働いてないなと思ってるよ。働いてないでしょ、本当は。夜中寝て日中仕事してんだ。あ、じゃあ、俺と生活リズムが一緒？あ、だってカエルなんかもうヘビーリスナーじゃん。あ、マジで？え、じゃあ何？俺と生活リズムが一緒なのか？あ、もう寝るんだ。なるほど、なるほど。でもさ、ほら、ニコ生とかやってた頃夜中ばっかり配信やってたから、なんか、本来はさ、夜中の2時ぐらいがゴールデンタイムじゃん。俺ゴールデンタイムに配信できてないからさ、絶対リスナー取りこぼしてるよね。働いてんの？あ、そう。あ、リア充なんだ。働いてるんだ。全員嘘つきだと思ってるから。今、働いてるって言ったやつ、全員働いてないと思ってるから。あ、そう。働いてるんだ。っていうことはさ、毎日毎日、お、バカありがとう、みさきちゃん。毎日毎日、働いて和道の放送を1時間2時間見て寝てるの。もうさ、大丈夫っていうぐらいヘビーに見てるじゃん。ベッドの中で見てんの、やばいぜそれ。生きがいなの。俺の放送に時間割きすぎでしょ。だってこのペースでいくと、多分だよ、起きてる時間の人生の10分の1ぐらい俺に使ってることになるんだよ。
ホーリーおじさんこんばんは。この前面白いコメントありがとね。 FX やり始めて稼げるようになってバイトやめました。へえ、学校行きながら FX やってんだ。いいじゃん。風呂入りながらとかご飯食べながら、何それ、お風呂で俺の放送のコメント打ってんの、スケベじゃん。スケベだよ。いつも一緒か、寝ながら見てるんだ。うん、いや全然いいんだけど、全然いいんだけど、うん、スケベでしょ、お風呂で和道の放送見んのは。家事しながら見てるんだ。なんかでもリスナー層変わったよな、本当に。出席率がちょっと、夜中もトレードしてる。あー、まあジョーカーはね、結構稼いでるって言ってたもんね。私もお風呂入り、コメント打ったりしてる。マジで？っていうか、なんでそんな配信好きなの？なんでそんな配信見れるの？俺さ、ほんとさ、俺ほんと最近ね、見るの、ヒロ兄貴のところで意地悪ばっかりしてんだけど、ヒロ兄貴のところに行って、冷やかしコメントばっかりして遊んでるんだけど、うん。いや、スケベでしょ。絶対俺のことオナペットにしてるでしょ。うん。絶対和道リスナーの和道ギャルズたちは、俺のことオナペットにしてると俺は勝手に思い込んでるからね。俺でオナに毎日してるはずなんだよ。ここにいるギャルたちは。ギャルっつってもみんなババアだけど。みんなババアだけどさ。うん、もうほんとやめて。怖い。怖い。ほんとに。絶対してるでしょ。絶対俺のこと好きでしょ。それはないの？そっか。怖いわ。睡眠学習並みに見てる。ひねもすバドだからね。してないんだ。よかった。ミサオを守ってる。大和なでしこだから。っていうことはあれだな、お風呂でもご飯でも俺の放送見てるってことは、お前らトイレでも俺の放送見てるだろう。トイレでコメント打ってるだろう。もうやめてくんない？本当に。俺の放送は正座して見てほしいから。彼女持ちの人にはシェアに入れないんです。ああ、なるほど。じゃあネタがないんだよ。気づいてよ、うん。次のネタを投下されるの待ってるんだよ。見てるんだ。ゲーム配信者になろうかな。ゲーム、俺バイオハザードめっちゃ欲しい。バイオハザード超やりたいんだけど。10万ぐらいかかるんだって。バイオハザード超やりたい。もうこんなゲームやりたいの初めてなんだけど。VR ってすげえな。VR。女性多いんだよ。そう、最近俺の放送。昔は男ばっかりだったの。おっさんキラーって呼ばれてたの。おっさんホイホイとかおっさんキラーって呼ばれてて、本当におっさんしかいなかったんだよね。いやー、バイオハザード、すごいよ。YouTube で見てごらん。超怖えよ。うん。あれ、買った方がいいでしょ。買った方がいいよ。そうね、俺がやってるところをみんなに見せたいの。俺がやってるところを。こうやって。誰？大丈夫？誰？大丈夫だ。垂れ流したいの俺。画面は共有しない。なんかプレイステーション4に数万円、 VR に数万円で、ソフトに数万円で3個買わないといけないんだって。プレイステーション4がないとできないから、それですごいお金かかるんだって。トータル10万ぐらい。その放送絶対いいよね。みんなはずっとなんだこいつっていうのを見続ける放送。俺はひたすらプレイを楽しむのよ。だからプレイ画面は絶対見せない。プレイしてる俺をひたすら見てもらいたいっていう。うん。ね、結構かかるよね。
まあでも、プレステ4って4万ぐらいなのかな？ 4 万ぐらいで。まあ VR5 万はするだろう。どうなんだろう。でもさ、VR で、その、ノンタンとやりたいじゃん。なんかね、俺、バイオハザード超買いたいっつったら、ノンタンがなんかしょぼーんってしてて、どうしたの？ノンタンやりたくないの？っつったら、だって和道さんが VR やってるの、ノンタンはどうしてればいいの？って言われて。確かに！と思って。俺は画面共有できるもんだと思ってたから、そうだよなと思って、俺がやってる間、ノンタンずーっと見てるんだもんね。これポケーって。ああとか言って、誰とか言って、怖いよ、ノンタンとか言ってんの、ノンタンポーって見てんの。全然面白くねえよな。いや、笑うでしょ、あんたの。VR だけだったらそんなしないんじゃないの？ノンタンごもっともだよね。だからどうせだったらそれをもう配信でやろうっていう。どうせだったら配信でやるべきでしょ。でも絶対 VR はさ、ワクワクするよな。VR は。VR って目悪くてもできんのかな？そこだよね。メガネかけたままできるかどうかだよね。俺コンタクトはしたくないから。まあ大丈夫なんじゃないの？近いから。画面がここにあるわけだから。できるでしょ。大丈夫だよ。それはそれで面白いよね。俺、乱視だからぼやぼやでさ、ゾンビが見えないバイオハザードとかクソつまんねえからね。でもさ、俺思うんだけど、音がするのは怖いぜ。ヘッドホンでやるじゃん。VR 怖いよ、絶対。あれは絶対怖い。でも、お金がないから、俺はノンタンとバイオハザードごっこやろうと思ってるね。ノンタンゾンビ役ねーっつって。俺主人公やるねーっつって。そういう方がハッピーじゃん。お金がなかったらもう VR ごっこすればいい。そう、それで幸せだから、ごっこだよ。そう、ごっこ。ごっこを配信するか。俺でも、だからこの前も言ったじゃん。配信でやりたいのは、カイジの、俺、ブレイブメンロードって言って、鉄骨渡りが大好きなの。で、VR でも鉄骨渡り出てるんだけど、買えないんだよ、俺。10万円ないから。だったら配信で、一人鉄骨渡りやりたいっていうことを言ってたね、この前ね。鉄骨渡りって言って、なんかね、カイジっていう漫画の中に、ビル、超高いビルがあって、鉄骨をかけてあんの。鉄の柱。で、こんくらいの太さあるから、絶対歩けるじゃん。そんなに長い距離じゃないんだけど、ビルとビルの間。でも、それを渡り切ると1000万円ぐらいもらえるっていう回があるんだけど、すげえ面白いの、その回。もうみんなバタバタ倒れていくの。そう。それを一人で配信でやりたい。別に高くないところで。ちょっと小高いところ、ちょっと小高いなんか、縁石とかの上で、一人でブレイブメンロードやりたい。鉄骨渡り面白いよね。下がるわ、下がるわ。カイジなんだろうな。俺、カイジ大好きなんだよね。もう、カイジの葛藤がすごすぎるんだよね。いやー、あれは面白いよね。利根川もいいしね。なんだっけ、おじさん、後ろにいて、カイジ君に手渡したおじさん、なんだっけ？何さんだっけ、あの人。声、こうやって押さえて死んでった人。カイジ面白いよね。漫画読みてえな。風船10個ありがとう。なんかあれでしょ？利根川のスピンオフがめちゃめちゃ面白いらしいよね。なんだっけ？おい、またまた、リリコバさん、バガありがとう。おやすみ。あと10分で終わるから。今日は終わり。なんだろうね、カイジの面白さはね。すげえ好きだよ、カイジ。大好き。パチンコ屋の娘がいる人。違う違う違う。え？奥さんじゃなかったっけ？
パチンコ屋に娘じゃなくて奥さんだよ、パチンコ屋で働いてんのは確か、うん、確か奥さんだったはず、うん、で息子が後で出てくるんだよ。でカイジと一緒に戦うんだよね。カイジって今どこら辺まで行ってんだろう。カイジ全然読んでないからわかんないんだけど、なんかカイジゼロとかいうやつを読んで、なんだこれとか思って、なんかゴルフかなんかやってたんだよね。確か娘じゃなくて奥さんだったはずだと思うけど。うん、黒沢が好き？黒沢ってあの、土建屋のやつだっけ？あの、黒沢も読んでないんだよな。俺が読んだのカイジと赤木だったんだけど、赤木もなんか中途半端だったんだよな。うん、赤木屋っていうか連載中か今。満喫行きたいよね。カイジは超面白いよね。ていうかさ、もう小説でも絶対面白かったと思うよ、カイジは。福本漫画ってさ、もうセリフ、絵なくても絶対面白いじゃん。うん。アニメでも面白いしね、カイジは。なんだろうね。カイジの、あの、ガラスで耳切るところとかも良かったもんね。うん、あの、なんか、リスクをガンガン背負っていくカイジかっこよかったよね。やっぱ勝つやつっていうのはリスク背負わないとダメなんだよ。うん、福本漫画の面白いとこそこなんだよ。うん、あんまから、ジャムおじさんいらっしゃい。ジャムおじいらっしゃい。初見さん、楽しんでいってください。和道です、うん。ハラハラするよね。でも、カイジのさ、あの、優しさがいいじゃん。すぐ騙されるじゃん。俺、ああいうところが好きなんだよね、カイジの。なんだかんだ面倒見が良くてさ。ちょっといい人なのがね、ざわざわ。うん。俺、アニメ版のカイジの好きなのが、カイジが絶望的な窮地に追い込まれるんだけど、ひらめく時のカイジ。っていう瞬間が好き。あの、って言ってひらめく瞬間のカイジが好き。待てよ、的なさ。わかる？これわかる人いる？なんかすげえなんか、うわーって暗黒にドロドロになってくんだけど、ひらめく！ひらめく！ってなるじゃん。その時、カイジは、圧倒的ひらめき！ざわわかるでしょ、なんとなく雰囲気。そう。だから一人でよくね、あの、暇な時一人開示ごっこやってるんだよね。うん。なんかいろんなシチュエーションで開示をやってるの。ご飯作ってたよ、一人で。部屋の中で暇な時。シャカはピッて言って見てるだけなんだけど。ダメだ。そのチャーシューの切り方では、全くダメだ。チャーシューというのは、まず、縦に肉の筋に沿って線を入れ、その次に包丁を横に入れるんだ。カイジ君、まるでなってない。包丁を本気で握ってない。ザワーとか一人でやってる。うん、面白いよ。一人カイジは結構ね、和道リスナーみんなにやってほしいね。うん。俺は結構利根川役が好きだから。利根川目線で自分がカイジでやるよね。で、ナレーション、ザワとかも、カイジも、班長とかも全部一人でやる。受けるでしょ？うん。だから子供の頃からね、一人遊びばっかりやるんですから。あと5分で寝ます。うん、どのタイミングでもできるよ。どのタイミングでもカイジになるから。だから洗濯物とか干してでもできるよ。圧倒的物干し竿とか言ってればいいんだよ。きらびやかな曲線
曲線じゃねえわ、直線緑とか言ってればいいんだよ。うん、晴天日和ざわ。新しいフォロワーさん紹介します。ジャムおじさんフォローありがとう。快晴快晴。だがしかし、まさか洗剤を入れ忘れる生乾き。なんでだよ、全然乾いてねえよ。だから言ったろ、洗濯というのは準備が大事なんだ。カイジ君、脈拍が高いとか言う。カイジ君、君の顔色で君がどんな選択をしたか手に取るようにわかる。ああ、もうだめだ、選択なんかできねえよ。その時カイジひらめく。生乾き。絶対面白いから、うん、そう。そしたら何でも楽しくなる。どんな時でも解除はできるから。ただ入り込まないといけないけどね、うん、パターンはできてるから、うん、一人遊びのクオリティ高いよ。ずっと一人で遊んできたんだもん。子供の頃から。俺いまだに電車乗ると窓際の席に行ってずっと立ってこう眺めてて、うん、初コメありがとうございます。匿名さん花火ありがとうございます。こう眺めながら忍者がこう車が飛び移るっていうのを未だにやってるからね。俺の中の超かっこいい忍者が車とかをこう電柱とか屋根とか飛び越えるの未だにやってるからね。圧倒的一人遊びざわ。匿名さんから花火いただきました。ありがとうございます。匿名さん花火ありがとう。よっしゃ、新ダンベルは重いぞ。 2.5 キロプラスしました。おいサボちゃんありがとう。じゃあダンベルしながらお別れです。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。花火ありがとう。いいえ、1回。じゃあ皆さんおやすみなさい。2回、3回、重、4回、5回、ありがとう花火。6回、7回、8回、9回、ダンベル、ダンベル、重たくて上がんねえよ。圧倒的重て、こんなの持ったことねえよ。無理だよ、下がら、下がら。報われねえ、報われねえ。お疲れ、さよなら。おつおつ、重てえマジで。よし、ダンベル祭り。追加来たよ、ありがとう。ああ、重てえマジで。明けましておめでとう。正論会はいつも拝見なさってます。これからも頑張ってください。ありがとう。明けおめです、ことよろです。あーやべえな、これやばい、マジでこれ無理だわ。 2.5 キロ追加しただけでこんなに重くなんだ。やっべえこれ。じゃあ皆さんまた明日、寂しい時は一人で怪獣ごっこやってください。録画して僕の方に送っていただけると僕も幸せになれます。おやすみみんな、じゃあねー。おやすみ、花火ありがとう、ありがとう。おやすみなさい、お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん。もう